絡むと思いませんでした。じゃあどう、まずじゃあお母さんからいきますか。はい、平泉の帽子をかぶっているお母さんでございますが、お名前を。はい、御年72歳千葉シーズゴです。いいですね、織姫隊に負けないような形でね。え、全然緊張感ありませんけども、あのお母さん今日どうしたの。右手にドブロック、左手に大根、みんな幸せ。ありがとうございます。ここまででございますね。 かわいいけど、もう終わりました。もう一言。もう大丈夫ですよ。平泉の、はい、今金色堂建立900年です。そう、900年。ぜひ平泉に遊びに来てください。ついででいいですので、平泉道の駅をよろしくお願いします。ブース、あの私司会なんで回して、あなた司会がやってですね、ちょっとあの同業者入れてやめてもらっていいですか。あのブースはどちらですかお母さん。ブース、あの辺あの辺にあります。あのざっくり行くとね、ああお母さんが大根持って待ってますから、はい、あの実は平泉、うちの母親実家でございまして、道の駅で月に2回ぐらい使わせてもらうんですけど、お手洗いが綺麗でね、お母さん。そう、何が有名って、お手洗いが綺麗でその掃除代経費のかかることかかること冗談で言ったらその話になってね。ただあの本当にペイもいっぱい使いますしね、あの団子なんかもね、あの一ノ関なんか団子有名だから、はい、ちょっと遅く行くとね、割引になってまたいい団子売ってるんですよ。でそんな情報でいいですか。はい、いやでも地場産品もたくさんあってね、なんかワインとかどぶろくとか、ね、平泉はのんべんが多いのだと思います。はい、うちも実家がさ、そういう雑貨店でさ、麹売ってまして。そうですね、あんま大きなことは言いませんけどね、はい、その後は想像してください、はい、あとは美味しい野菜がたくさんありますので。今日大根の方が何かありますか。今日は、はい、実はつぼみなとか、あ、いいじゃないですか、リーフレタスとか、はい、いろいろ持ってきたんですけど、だいぶ売れてしまいましたので、もうないのかもしれない。早くお越しください。わかりました。早くね、お母さんここで忙しい時ありがとうございますねもうなんか全部喋ってほっとしたみたいな顔してますけど、まだまだ引き出せありそうですけど、いいですか。時間が余ったらまた渡しますので待っててくださいね。はい、はい、どうも、南三陸町農業家レストラン松野屋の松野美恵子です。はい、もう松野、もう松野さんも結構テレビとか出てますよね。俺出ねえよって言ってんだけど。いやいやっぱもうなんかみんなテレビ、しかも全国放送だから、もう離れしちゃってね。いやでも南三陸町もね、震災以降ということで防災のねセンターがね残るということになりまして、まあああいうのを見てですね、風化させないような思いと、あと近くにはねもう美味しいものをたくさん売ってる場所もありますけども、松野屋さんはどちらにあるんですか。南三陸町そこ目の前のウニ飯。ウニ飯、あ、はい、あら今風のいたずらでウニしか見えませんけど、ウニ飯、はい、あらウニ飯、あなたに海鮮ハット汁をごっつけな、ちょっと来ましたよ。私どうやって食べればいいんですか、これ。あんまり、ちょっとホタテすごいね。うん、ホタテとサラマイと、いやこれね、ホタテとさ、これアサリと数えらんねえぐらい。はい、まずハットは見せる、ハットほらハット、はい、ほらハットだ。ただただ飾りだこれ。すごいでしょ。ねえ。海鮮汁をたっぷりするように。ハット好きだのよ。あ、そうなの。ありがとう。あうめえ。ありがとうね。お網でなんか貝いっぱい引っ張ったみたいな感じで ね、漁師さんからいっぱいもらって。はこれ。でこれついでにカギ丼稼いでがったんだけど、見せるだけにすっから、カギ丼は売り上げで。あ、本当？これでカギ丼。ただ食いしてないよ。ありがとうございます。後で。すいません、皆さんの目の前でもらうというね。申し訳ない。ちゃんとお金払いますからね。はい、はい、ありがとうございます。はい、これも置いといてね。はい、ありがとう。ごめんね、スタッフ忙しくさせて。すごいカギすごい。ご飯見えないぐらいね、はい、今朝かきむき場から持ってきて、でかき汁とかき丼ぶりを作っていやいや出汁しております。南三陸町はどちらでやってるんですか、はい、普段はお店は。私のお店はちょっとね、山手の方なんです。山手の方にあった、はい、私静岡病院で被災したんで、はい、絶対に安心して食べれる場所をと思って、なるほど、田んぼを埋め立てで
次の年レストランを建ててみんな食べ先して嫌いって。なるほど、見てますそれはね、高台でね、はいね、はい、ありがとうございますね。いや元気でいがったね、うん、寒くなかなか砂寝てごめんね。いや砂なくていいのだもうその笑顔を皆さんに振りまいてください。ありがとうございます、ね、はい、ありがとうございました、はい、さあそしていやもうお店の主人でございますね。そうですね、あのすいません皆さん、私昔 KHB でアナウンサーしてて、そうなんです、浜さんいます。で、あのワーキーさんとねお仕事とかでもしましたね。今日はですね、あの、はい、実は1年くらい前にあのいろんな国の人があの一緒にご飯食べられるレストランを、そうなんです、世界ご飯っていうレストランを開店しまして、はい、今日ちょうどあの、うん、真ん中の白い、はい、テントの後ろ、ガパオライスって書いてるの前、はい、ガパオライスも美味しいんですけど、ガパオライスの店にあのちょっと出店させていただいて、ちょっとアナウンサー残ってますよねちゃんと説明するなるほどなる。でもお店もここから近いんだよね。あ、そうです、そうなんです。大町、仙台市、なかなか行かなくてすいません。ワーキーさん来てください。行きますかね。あ、じゃあ今日あの持ってきたんで、これすごい、なんですかこれ。これはあの今日はシーフードがたくさん入ったあのインドネシアのミーゴレン。ちょっとね入れすぎですよ、めっちゃ重いですよこれこれお土産も一緒に。わかりますこれ。ちょっと今開けますね。開けます。ミーゴレン、はい、焼きそばです。焼きそばとなんかこう入り卵と、え、浜さんはこういうのがお好きだったのね。なんかいろいろとね番組なんかでも紹介してね。そうそう、あのハラールって言ってお母さん持っていただいて、お母さん業界慣れしてるわ。イスラム教の人や、あとまあこれはシーフード入ってるんですけど、あのビーガンって言ってお肉食べられない人も食べられるっていう。あ、そうなんだ、はいはい、なので世界ご飯って言うんですね。あ、すいません、あ、じゃあ私が。いやすごい、ホタテからイカからエビからねえ、いや出た出た、全然魚介類が上がってきませんがではいただきます。お、見た目があのよくいただく焼きそばみたいだと思うんですけど、すごいいろんな香辛料が、あのちょっと甘めの、 あのインドネシアのタレなんですけど、これにあの生姜とかあとニンニクとか、うん、あと辛い、ちょっとピリ辛なんですよね。ぜひよかったら皆さん来てください、お願いします。これはね普通にいただくのいいんですけど、つまみでも全然いい。あ、いいねいいね、ぜひ、あ、ね、飲みながら、すいません。いや浜さんと話してもらったわ。やっぱ人と人が会えるイベントっていいやね、うん、はい、どうもありがとうございます。すごいな、あれ全部ランチですか。いや、ありがとうございます。お願いします、ね、はい、ということで食べてからね、卵も入れすぎですよねちょっともりもりもりにしちゃっておいくらなんですこれ一箱。700円、はい、だってホタテとかすごかった、海産物もね。そうですね。今日は何特別に。あ、いや、いつも、いや、でも同じですね、目玉焼きとか。あ、そうなんだ。あ、でも店ではちょっと高い。まあそうだね、1000円ぐらい。いやでも1000円でも今分高いから。今日牡蠣も入ってるんで。牡蠣も入ってるんで、はい、すごい。次から次へ乗せますね大丈夫ですか、お話することないですか。お母さんほら、あ、普通ないですって言うんですけど、あるよって、あるんですか、あんだけさ。お母さん一番長かったですけど、何ですか。だってみさ、今せっかくね、つまみにいいって言われたらね、ドブロク持ってきたものね。そう、ドブロク飲みながらつまんで。ちょっと待ってちょっと待ってね、今ルール的にはこれドブロク飲んで OK なの。大丈夫、未成年ではないですから、ね、OK じゃん。あとロボットではないですから大丈夫ですか、主催。ちょっとお母さん、さ、飲むわ、グラスもないでこうやって飲めって。お母さん、昭和はずいぶん前に終わったんですよじゃあゆっくりいただきます。ただ皆さん見てください、ほらほら色がね赤いの。しかもね、お母さんこういうの紹介して、ハートなの、瓶がおしゃれでしょ。こういうの言わないと、こうやって持ってるからどっちが大根だかどっちがどれか分かんないですよって思う。はい、ありがとうございます。こんな人平泉いるんだな面白いですよね面白いね、はい、さあということで、皆さんぜひ参考になりましたでしょうか。はい、お店の方は、道の駅平泉がこっちと、であとは南三陸のお店は、浜さんのお店はこっちということでね、はい、雑ですがね、皆さんちゃんとそれを使う、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。明日もよろしくお願いします。
ありがとうございます。仕掛けないようにね。ありがとうございます。はい、どうぞ。みんなも千葉県限定品種です。ほぼほぼ流通しません。はい、東京の子供の子供です。そうなの。県が、品種で、海道で、甘酸っぱい感じ。はい。入りました。まだいらしてね、待ってるからね。まだ南三陸の2年物の。いらっしゃいませ。牛垣です。牛垣2個入りました。うわ、すごいね。ありがとうございます。ある薬飲んだら大丈夫。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、一番端のところのブースで、はい、あの、なんかもらえますから。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。松山さん、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。明日も歌います。よかったら遊びに来てください。